ちょっと時間が過ぎましたので、開始させていただきたいと思います。今日は大井原発3・4号の運転を止めよう、裁判の、報告会に参加いただきましてありがとうございます。あと、後半の方の多分ほとんどの方がいらっしゃってくれたと思いますけども、短い時間で正直僕もあ、もう終わりって思ったんですけども、裁判長 の、 短い中での発言というのは結構重要なところをついてるんじゃないかなと個人的には思っています。でこれから先生方にですね、今日の裁判のことやこちらからの主張書面の内容に関しての報告をしていただきます。でその後続いて、いろいろ破砕帯の問題ですとか各地の取り組み、あと今日は、佐賀の方から遠くからお越しいただいている方もいらっしゃいますので、県会原発の関係の裁判の、皆さんですけれども、後で挨拶とさせていただきたいと思います。席は大丈夫ですかね。あ、こっちも座れますよ。はい、座れる。はい、ではじゃあ、このまま進めさせていただきたいと思います。じゃあまず最初に、弁護団からの、あ、すみません、主張書面、今日、はい、あ、準備書面を持っていない方、そうしましたら始めますけども、今日の法廷の内容からまず国側がどういうことをこの裁判で答弁書というので言っているのか、それに対して原告の方がどういう反論の主張をしているのか、でそれと今日 の、 裁判官の短いあれがどういう意味を持っているのかという、そのあたりについて非常に分かりにくいと思いますので、弁護団の方から説明をしていただいて、また質疑もしますので、なるだけ分かりやすく、あ、どうも、カバーです。今何やってんだろうというそこのところがあると思うんですが、裁判というのは裁判として、合法的な裁判として成立をしている。それで成立していたら、じゃあ原告の言うていることに理由があって証拠があって、それで判決ができる、こういうふうに進むわけですが、今国の方は法案前の答弁というのを出している。で法案というのは何かというと、我々が求めている裁判そのものに実質的な判決をいただくこと、これが法案だと。でその法案の前に、いやいやこの裁判こんなんできませんよと言ってるのが法案前の答弁ということになります。ある人が誰かにおつりさんのところの土地を取って俺によこせっていう裁判を出したとすると、そんな裁判はできませんよってなります。それを今国は言ってるわけです。でその中で何を言ってるかというのがいろいろあるんですが、一つは中身に入りますけども、その国の方は今日なかなか答えにくかったですよね。でここに出ている国の代理人と私というのは、指定代理人というんですけども、法務省の参事官、近藤という人が大体答弁をしてます。あの人は私が札幌で、泊まりをやった時も相手方で、だから国の関係のですね、原発関係でずっとやってる人だと。で法務省の関係と、それから経産省の関係の人も出てきてます。でだからなかなか年内には難しいとかなとかんとか言ってるのは、非常に答えにくい問題を我々が提出しているというふうに思うんですね。で加えて裁判所も答えにくい問題をそこに出しました。国は何を言ってるかというとですね、
答弁書でそのどんなことを言ってるかと言いますと、あの運転を始めてですね、仮にその時点で基本設計ないし基本的設計方針にかかる事項について疑義が生じた場合であっても、電気事業法40条に基づく一時停止命令によってそれを是正するという法的仕組みにはなっていないと言ってますね。で、裁判所がそれについて一つだけということで聞きました、ね。で、その設置許可をされてずっと来ている中で、それでその設置許可のものに合わなくなったことが出てきた場合に、国としては 何をするんですか、何ができるんですか、何もできないんですかと、それを聞きたいわけで、こっちも聞きたかった、裁判所も聞きたかったんですね。この向こうの答弁書でいうと、今我々が指摘している 2.2 秒の関係での制御棒挿入運動のやつは基本設計のところで関係しているところなんです。で、それについて、だから違反してるんだから是正せえということを我々言ってるわけです。それについてはだからできないということを言ってるわけね。ほんなら もっと大事なことはいっぱいあると思うんだけど、そんなのが起こったときに国はどうするんですかというのを裁判所が聞いたわけ。だから次回それを答えないといけない。で、それに対して答えるというのはその答弁書の立っている前提がほとんど崩れる形になる。だから前提としてそんなできないと言ってる話がそうではなくてということで、このいわゆる法案の中身にですね、どん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 議会としては入っていけるというふうに思います。で、全体として我々が今回の準備書面で、出しましたのはそのあたりの問題を主張しています。今日はこれについてあまり今まで説明してなかったと思いますので、ちょっと遡って説明しておきますと、我々がもともと求めていたのは原子力規制法36条にですね、停止を求めることができるというのがあるんです。で、それに基づいてその大井の原発について、停止する義務が国の方にはあるという義務付け訴訟で提起をしました。それで答弁書が返ってきました。そしたらその原電炉法の73条というところに、いやいや36条は原発には適用できないという除外規定がありますよと、こうなった、という話です。こんだけ優秀な弁護士が揃っているのに誰も知らない、ということになる。まあそういうこともあるんですけど、読んでみると どうもなんかその適用除外にしてる、決定のことしてるんですね。で、今の大事なところをその原老法で適用除外にして、それで、電気事業法の40条のところに今言った一時停止が求められる、それから修理なんかの命ずることができるというふうに規定の方にこう入れてるわけですね。それで今また原子力規制法がまた改正になっています。それでまだ施行されてないんですけど、今度はまた戻るんです。また36条みたいなその原発に対してですね、国が停止命令をするというその規定があるんです。それがまた戻ってくる。で、一番最初裁判所と我々との間でやり取りやってた話は、その電気事業法の4条に、変えますよと言ったら、それはもともとの訴えとの関係はどうなるんですかという話があって、この辺はまあ法律論の話で面白くもない話だろうでしょうけども、訴えの変更になるのかならないのかというような話があって、結果としては向こうもこっちも、いやどっちでもいいですわということになって、どっちでもよろしいですわということになって、それで国の方が言ってたのは、今わざわざ電気事業法というふうに訴えを書いたところでね、今また改正法が出てきてるから、まだそっちもそこまで言ってなかったけど、そういうこともあるのでというようなことも言ってました。それで ともかくその一番入り口のあたりはですね、国の言ってる問題からすると一番大きかったのは、今裁判所が出しているように、こんな事態が起こったという国として何もできないのか、一体どうするんですか、だからできませんというような回答を持ってきて、突っ張れて頑張るのかね、
だからその程度のことはできるんだというふうな形でごまかすのか、ともかくとして、法案の方に次回からは入っていけるというふうに我々は見てます。それでこの土俵に乗っけたらですね、具体的な中身の問題としては、仮処分で、関西電力の方に請求してますのと同じようにですね、2.2 秒というその制御棒の制御棒が挿入されるその時間で、それにその大井3、4号は若狭湾における三連動のその地震が起こった場合には 2.2 秒を超えるという事態になるから、それは技術基準に違反しているから止めろというのを我々が言っているわけです。だからその問題がどうなのかという具体的な内容についてのことが、今関西電力に対してやっているのと同じような内容として、具体的に証拠を出して立証をしているという形になると思います。で、全体的には準備書面の方はですね、読んでいただいたら分かるんですけれども、その法案前の答弁の理由に対する反論とか言ってるところは読んでても本当に面白くないと思うんですけども、中身としてはですね、私が今言いましたようにそういう問題を書いてる。で、国の方は今言ってる、もともと答弁書で言ってるみたいに今の段階では何もできませんという形ので突っぱねるというのはほぼ不可能だろうと考えます。それで、あとは本番前の問題で、同時にやったんですけれども、原告適格の問題についてはもうちょっと詳しく出してくださいと我々の方に裁判所が言っています。で、原告適格というのはこういう裁判を出すことのできる資格みたいなものなんですけど、今まで、原発裁判をやる場合はこの事故が起こったらどこまで被害が及ぶかというような、図を書いてですね、昔にあった高浜の裁判の時だったら、高浜でボンと起こったらこの、ね、淀川があって琵琶湖があって、こういう大阪ぐらいまでは被害が及ぶだろうというこういう図を書いて出しましたけど、そういうようなことも考えてもうちょっと詳しく論じてくださいと言ってしまうので、それは次回のことに出します。で、さらに原告は次にというふうにおっしゃってたんでは、私たちの方はいつまでもこんな法案前の答弁にかかずらは取れないので、具体的な法案の問題についての証拠を出して、主張と立証を進めたいというふうに言いました。だから我々の次に準備すべきことは今の原告適格の問題と、それから具体的な中身について、もう進めていくという形での準備を次回は進めるというふうに思っています。一応、ちょっと紹介を遅れました。弁護士の角木です。私たちの本裁判5名 の、 弁護士さんがついていただいているんですけど、今日はそのうち4名の方が参加していただいて、皆さんからも発言を聞いて、いやじゃん、ありがとうございます。皆さん準備書面お持ちですかね。今日本当は法廷でこちらの準備書面の中身を口頭で説明した方が良かったなと一瞬思いました。世界大学の方が来られた時に準備書面陳述しますだけでも身も蓋もない、非常にサークセスに欠けるということがなかった反省したいです。その中身なんですけども、準備書面の2ページ、高村さんが言ったように免許手法ページがなくてですね、電気事業を40兆の規定を持つことになったんです。東京の真ん中から下のところにアンダーラインいきますよね。2とか2の括弧1ってところ、で経産大臣は重要電気工程の、今回はこれ電気工程の歌会の電気
事業務についてね、が全1条の技術基準に適合しないと認めるときは、事業用電気工事作物の設置に対し、その技術基準に適合するよう、修理、改造し、もしくは移転し、もしくは本市使用し、停止することを命じ、またはその使用を制限することができます。こういうふうな、いろいろ書いてあるという部分ですけど、とりあえずこれでいいことなんですね。これについていろいろ文句言われてるんです。で、一つはまず、技術基準に適合してないと認めるときじゃないですか。これ、こういうときに今、国は、事業者、関連に対して命令が出せるということで、そういう命令が出せるということが我々の推定しておりますけども、まず、技術基準が適合してない。これは2つ言ってる。これは訴訟を読まれたと思うんですけども、挿入性の問題で 2.2 秒超えちゃうよ。で、特に今まで 2.1 秒だったじゃない。3年度だったらこれじゃないか。これ今まで、小原裁判でも3年やってきた話ですね。もう一つはその破砕帯の話。破砕帯がどうも活断層だと。しかも重要施設の直下にあると。そしたら単なる普通の地震と違うんですよ。普通の地震だったら縦とか横揺れるけども、直下にあると、こういう、東西水平方向とか垂直と、こういうものが、建物に対する非常に大きな破壊力をもたらすと。だから、直下にある場合は禁止されるわけです。で、それに該当する恐れがある。この2つを言ってて、これは技術基準適合してないじゃないですか。こう言っちゃう。で、そうしますとね、だけどこの電気事業法40条っていうのは、その技術基準に適合するように何々することができる。で、まあ、修理等する。言ってるわけです。で、これは向こう2つの理屈で言ってるんです。で、1つはね、この技術基準っていうのは設置許可の基準ではなくて、その後にそういった問題だ。でその設置許可基準以外みたいな大きなことはこの条文ではいけないんです。で、これは一つの理屈かもに見える。もう一つはこれはあくまでその修理しろと言ってる。で、修理とつかないのはこの規定ではいけないよ。この二つ言ってる。この今二つはなんか結びつなんかつながりがありそうな話なんです。で、それはとんでもないでしょと話するのが我々の方で。で、一つはその、じゃあ設置基準違反は技術基準違反にならないよって当然我々はある。当たり前じゃない。それも含めてと。昔大きな傷があったのがそのまま残ってるのにね。あと細かいところでね、違うんだから大きすぎから当てはまらないってわけなんでしょう。当然できるでしょう。もう一つ、というのが、段階的に適合論とか何とか言ってるところで、1段階の問題は2段階のところで問題できないとかわけわからんことにこう言ってるんだけど、それはないでしょう。余計大きな問題だったら当然やらなきゃいけない。もう一つは、その修理できないじゃないですか。で、できないかもしれないね。2.2 秒繰り返するためには、その何て言うか知らないか、あとそのうまく入るためになんかモーターつけるとやっぱ大変な話で抵抗大きいから、多分無理だと思うんですよ。で、これあくまで修理できる時の基準規定であって、修理できない時はダメですよ。したら、修理できないことはないと言いかけたところもあったんだけど、それはちょっと置いといて、いや、修理できないんだったら、使用止めようというのは分かるけども、修理できないときは何もできないというのはおかしいじゃん。これは裁判所が言った。我々が言ったことを裁判所が受けていったんだよ。じゃあ、そういうふうに修理ができない、あるいは元からある瑕疵だ、大きな瑕疵だということになったら、電気事業法は、法律は何もせんでいいんですか。国はそれでいいんですか。余計大きな問題について、修理もできないものは稼働させていいんです。修理できるものは、とりあえず止めといてね、修理させるというのが分かるけど、そういう基本的な疑問をぶつけてる。で、ここはどっちで考えたらいいのかなと、私は全く考えてるんですけども、一つは修理できようとできまいと、勝手だと分からない。そんな国はしたこっちゃない。やれと。で、修理ができるかどうかは事業者が考えたいと。で、とりあえず修理できるとみなして書いてるのはこの規定なんだ。できないときはもう当然止まるんだというふうな考え方がいくつか押し切るか、あるいは一応これは修理のときを考えてるんだけど、まさか修理できないことはあると思ってなくて、そのときは当然この規制の裏ということでね、停止命令も求められるんだ、この2つのどっちかだろうなと思ってるんですけども、そういう意味でのこの40条の解釈論は一応言わなきゃいけないんじゃないかなという気がしておりますけど、いずれにしても向こうはこんな大きな傷だったら国は捨て締めで出せないんですけど、それは無責任でしょうと、ほっとくと
それ恥ずかしいんじゃないのという、まあ、話をしているのが、まあ、段階論の話。あと、まあ、いろいろ細かい難しい問題がありますが、原告適格の問題は、これはそもそももともと事業者と国との間の事実相互だって、事業者に対して義務を明示している。だから国は住民を第三者です。第三者が何のものを言えるんですか。という、まあ、行政法に関わる自分の議論がある。当事者じゃないじゃない。そんなこと言ったって、この法律は、ね、当事者ではないけれども、周辺住民の健康、生命と健康を守ることが目的でしょう。それは法の趣旨から当然出てきているんです。というふうなことで、原告も物が言える、損害賠償ができる、あるいは差し止めができる、あるいはというふうなことで、その原告も物が言えるんですよ、十分物が言えるんですよということで、まあ、原告的確の原告になれるんだという議論がずっとなされていて、それはある程度落ち着いてきたんだけど、で裁判所はそれ自体を否定しているわけじゃなくて、ただ従前のやつの距離があるでしょうと、5キロ、10キロの直近の場合と、まあ、日本列島でも何百キロもあるけれども、まあ、確か玄関の時には、ね、300キロ、400キロ、500キロぐらい離れた人も原稿入ってたかなというふうなことがある、こっちはちょっと思い出せないんだけれども、そういうふうな距離の関係があるから、原告がそれぞれ大井原発から何キロぐらいあるで、それぞれがそのいざ会った時に被害を及ぼすと。いうことが言えるのかどうかというようなことについて、まあ、その距離の問題と、それから従前の裁判例を含めて、主張と立証を追加しようと。で、これは、まあ、全員出せたらいいんで、まあ、100人、200人いる中で、50人、100人が落ちたところで、100人が残れば、僕らはいいと。裁判としてはね、当事者が、その当事者が落ちるのは辛いかもしれないけど、まあ、1人でも残ってればいいと極端な話なんだけど、まあ、大多数の人はほとんど多分助かる、当然入ると。まあ、そういうことはまた皆さんの住所を確認した上で、場合によってはうるさいこと言うところ風向きだとかね、なんとか入れなきゃいけないかもしれない、まあ、そういったことを補給して、で一番の論点はやっぱり先ほどの、まあ、段階論といいますか、処理ができない、あるいは、まあ、普通技術基準で普通に出てくるようなことでないような大きな問題です。これどっちも大きな問題なんですよ。請求の挿入性と地震の問題、そのような大きな問題ができたときに、法律は全然ね、対処する道を与えていない。で、それを国はぬくぬくとしているんですかという話になる。で、今日マスコミの方、世界権があれば言いたかったんだけど、国の姿勢はとんでもないわけでね。一番大事なときに、実は国は何もしなくていいということを国は提出しろ。とんでもない。何を考えるというふうなことで、一層、今回の主張に対して我々は非難を集中している。国は本当に責任を自覚しているのかということを大声で挙げて求断していい内容だと思っの方の仮処分でも同じような議論が実は出ているので、
ンと落ちなきゃいけないんですよね。スパンと落ちることによって核分裂が停止するためにこの制御棒っていうのがこう完全に落ちる。それでもってそれ以上の核分裂は防がれるという、このギリギリが、ギリギリというかその今の基準によれば 2.2 秒で、 2.2 秒経ってもこれが落ちなかったら、これはじゃあ進化安全に停止するんじゃなくて、心臓油につながるといったらいいですよね。停止しないもんだから、その分裂がずっと継続して、仕留めた、そういうところに使えないから、これは基準としては2.2秒ということでこちらは言っていたのですが、関西電力やら国の方が実は11秒でも安全なんですよっていう結果を持ってきたもんだから、話が11秒なのか 2.2 秒がなのかみたいなことになっています。で、11秒というのは果たして安全なのかということを、こちらも言わなきゃいけませんので、これで今10ページから11ページのところに書いてあります。で、11秒という数字が出てきたのは、国は確かに国防省という書籍なんですけど、国防省の防衛による原子炉緊急停止に関する安全レベルに関する指標についてという、国の文書があるのに関して、こちらが提出されて、承認されている文書なんです。これが11条を言い出したんだけれども、ただこの文書ができた日付というのが、平成21年3月16日付ということで、まさに福島事故の前の年ですかね、まだむしろ安全ですという議論が高いところ、安全余裕はこんだけ少なくても大丈夫だっていうことを自治体のために作ったような仕組みの文書です。だからここに11秒が書いてあるのは、なぜ福島事故の後には安全だという理由付けで持ってくるのかということをまず書いています。で、あとその11秒を、それが11秒問題か。で、次にですね、1560ガルっていう機械が2.29 になったんですけど、これ 2.2 秒ぐらいで落ちてるやんということをしているところがまず1回目なんですけれども、
2.29 秒という試験結果があるよっていうのを希望しているんです。だけれどもこちらからしますと試験結果というのはあくまで実験室データなのであって、で実機というのは実際にある原子炉の条件でやったらどうなるのかというのをまた別に試験結果があるから説明結果もよく見なきゃいかんということで、その23というそのデータというのをこちらまた持ってきた第6章別の章で実機試験の結果があるから、あ、時間がない、でそれについて計算をすると、計算の仕方がきちんとそのやりますと3秒を超える
でさらにはその処分がされない、今回その停止命令がされない場合に該当されることとなる利益の内容、性質、対応、程度、まあ、いろいろあるんですが、こういった考慮要素を勘案してですね、原告適当分も判断するというふうに定められております。で、まあ、電気商の趣旨というのはですね、一条と合わせてみますと、まあ、その公共の安全確保とかですね、環境の保全を図るという結構抽象的なものまではあるんですが、やはりですね、ここ前面に押し出したその害されることとなる利益ですね、この内容、性質、さらに害されるまで対応程度ですね、これが相当に重大でですね、もし、一旦その事故が起きてしまうとですね、もう取り返しがつかない状況になってしまうと、そういった点を主張して、原告適格は間違いなくあるというような形で、ちょっと概括的な主張になってしまったんですが、今日 の, その裁判長からのご指摘ですね、距離との関係、これに関してはですね、またさらに次回、見つめてですね、補充主張していきたいと思っております。どうもありがとうございました。今の内容で、ご質問とか